私はショコラ。複雑な用紙の表紙にひょっと書かれた古代文字の解読なら任せといて。オイラは神社、数々の発明で特許許可局局長お墨付きのスーパーキャットなんだにゃ。なんだこれ、複雑怪奇な母の方が微笑み、ふわふわにやけたようなわけのわからない記号が書かれてるぜ。それに埴輪にには鶏、ワニにはにワになった埴輪のような絵も書かれているな。これは諸々の理論で朗々と知られたラグランのラクダが栄えた早口文明の古代文字ね。さすがショコラだにゃ。ラグランのラクダが春爛漫に林立した早口文明の古代文字なんて書いてあるにゃ。なになに、早口王66世の名においてブグマグカグバグミブグマグ合わせてブグマグムブグマグの秘宝を赤巻貝青巻貝巻き散らされた浜辺から見える片コンペに祀る埴輪とワニとニワトリが何時だを導くであろうですって。秘宝だって、それはぜひとも手に入れるっきゃないぜ。赤巻貝青巻貝木巻貝の巻き散らされた浜辺から見える片コンペとやらはどこにあるんだ。そこはオイラのスーパーでスペシャルなパーフェクトコンピューターにお任せにゃ。赤巻貝青巻貝木巻貝と埴輪ワニニワトリをキーワードに早口文明について検索するにゃ。よし任せた。お、早速原稿の言葉に沿ったキュートな検索結果が出てきたみたいだぞ。にゃにゃに、それらのキーワードや科学規格がきっちり完全一致するのは滑舌大陸の早口遺跡のみということだにゃ。結果がこの一つしかないなら間違いなさそうね。滑舌大陸は海の向こうだけど、客室のある貨客船か客室のない貨物客船の乗客になれば行くことができるわ。それなら行かない手はないぜ。豪華客船の旅客運賃は高価だから、旅客運賃の安価な極東貨物船の客になろう。ラジャーだにゃ。早速極東貨物船の貨客キープをキリキリ今日中に手配するにゃ。ここが早口遺跡か、どんなお宝が待っているか、ワクワクバクバク胸のドキドキが胸胸息揚々息健康だぜ。気持ちはわかるけど慌てちゃダメよ。地図にあった埴輪ににはニワトリ、ワニにはにワになった埴輪の謎はまだ解けてないわ。油断しにゃいで、それでいて大胆不敵に素敵に無敵な勇気を持って進めばきっと謎も解けるにゃ。よし、至極慎重に神経尖らせ、それでいて大胆不敵に無敵な勇気を絵的に素敵にいざ進むぜ。この部屋には地図のものに似た壁画があるみたいね。きっと仕組まれた仕掛けが解決する決定的証拠が隠されているんじゃないかしら。壁画一つ一つを暇に開かせて、ヘリからヘリまでヘリ踏めれオフ踏めれと調べるにゃ。お、壁画のヘリにくぼみがあるぞ。ちょっくら注意しつつちょちょっと押してみよう。あ、壁画のヘリが平均的にフルフルフラフラ震えて、埴輪とワニとニワトリの絵が輪になるように動き始めたわ。何時、秘宝の秘められ謎を紐解かんとする東から来たれる人の子よにゃ。びっくりしたにゃ。壁画の奥からゆらゆら揺れる幽霊みたいなやつがゆったりゆるゆる悠々と出てきたにゃ。秘宝に近づきたくば我の住処を隅々まで調べ尽くすがよい。目まぐるしい物見のメモに明示された文言に従えば、埴輪とワニとニワトリの配置を把握できるであろう。こいつの正体は分かんねえけど、とりあえず敵意はなさそうだな。よし、重々重要そうな情報を含んだ上等な助言に従って謎を解き明かすぜ。埴輪とワニとニワトリの配置を把握ってことは、劇画のパネルをピンポイントで入れ替えるって解釈するのがプロフェッショナルのポピュラーな解釈ね。パネルの入れ替えのヒントになりそうなものを探しましょう。目まぐるしい物見のメモに明示された文言とも言っていたから、巻き紙、メモ紙、木綿紙、見巻き紙、見メモ紙、見木綿紙、もう一つおまけに無巻き紙、無メモ紙、無木綿紙的なものがあるんじゃないかにゃ。お、部屋の隅に耳のいい右耳の耳飾りからメモらしきものが見え隠れしたモニュメントがあるぞ。きっとこれぞ目まぐるしい物見のメモに違いにゃいにゃ。ショコラなら読めるに違いにゃいにゃ。当然よ、任せて。複雑怪奇な母の頬が微笑み、ふわふわふやけたような複雑な形、地図のものと同じ早口の古代文字だわ。メモに何が書いてあるか、コロラドのランドリゾートで6年前に見たダンスのように心躍る心持ちだぜ。さあさあ早く読んでくれよ。いちいち言われなくたって読むわよ。いろいろいわくつきな言われを知りたいのは私だって同じなんだから。二羽の鶏は埴輪の輪の際を背中合わせに望むって書いてあるわ。にゃんともにゃが持ちするくにゃくにゃしたこんにゃくのようにゃ、にゃかにゃか謎めいたメモだにゃ。なに、一見わかりにくい謎も順を追って時系列の順番に事実確認を順列すればなんとかなるもんだって。まずは二羽の鶏は埴輪の輪の中に二羽の顔を向かい合わせってのは、鶏のパネルが2つあるからそのヒントだろうな。普通に考えて埴輪の輪の中に鶏を2羽並べるってことよね。それも二羽の顔を向かい合わせに。どれどれ、あ、埴輪の輪の内側に鶏を2羽入れられるだけの隙間があるにゃ。よし来た、鶏のパネルを埴輪の輪の中に鶏も動かして、お、鶏2羽のパネルぴったりはまったぞ。あ、今まで隠れた空間の枯れた菊栗、切れた菊栗、消えた菊かき、枯れ木の小菊にカモフラージュされていた壁画の一角にワニのパネルが2枚浮かび上がってきたわ。やったにゃ。今度は2羽庭にいるワニは埴輪の輪の際を背中合わせに望むだにゃ。この調子でちゃちゃっとお茶の子さいさい、お茶飯まい、茶釜のお茶っぱ、茶柱お茶っぱちゃんとちゃちゃと片付けちゃうにゃ。よっしゃ、さっきの鶏と同じように2羽のワニを埴輪の輪の中に移動させて、ん、パネルはぴったりはまったのに今度は何も起こらないぞ。なんか無知猛昧な間違いを無意味に見誤る妙な過ちを犯しているのね。何がいけないのかしら。あ、もしかして背中合わせがポイントなんじゃないかしら。そういえばガレットがはめたワニのパネルは向かい合わせになってるにゃ。これじゃあヒントに忠実に従わにゃい、ちょいとチョコ大なちょい悪に調子づく中学生とみなされても文句は言えにゃいにゃ。ちょっと間違ったぐらいでそんなに調子に乗って注意するなよ。よし、それじゃワニのパネルを背中合わせに直してっと。わ、人の子らよ、見事なり封じられし小栗の木に菊栗菊栗柿木小ネギが掘られた壁画の平面に秘められた謎をよくぞ解き明かした。その勇気をたたえ、正しき扉
扉の呪文を授けよう。さっきのゆらゆら揺れる幽霊みたいなやつ、にゃにか教えてくれるみたいだにゃ。よし、気合い入れて、まるっと桃の木うまく丸々桃もいで、桃の実もすももの実も、もりもりもぎ取る勢いで、丸暗記してやる。最後の扉を目の前にしたとき、これを唱えるがよい。歌うたいのように見事な歌うたうたいが、もう歌うたいぬとのたうつのを見た隊長は、歌うたいのように見事な歌うたうたいが、もう歌うたいぬとのたうち、噛んじゃったぜ。ちょっと難しいな。ちなみに噛んだり突っかいたりした瞬間、扉から無数の虫が無限にわらわら湧いてくる罠が仕掛けてあるので注意する。やだ、虫がわらわら無限に群がってくるなんて冗談じゃないわ。絶対に間違うのは禁止だからね。気合い入れて覚えなさいよ。オイラは猫だから人間の呪文を完璧にパーフェクトにピックアップするのは難しいにゃ。だからガレットがニャイスガッツで頑張るにゃ。二人とも一言だと思って好き好き隙間に好き勝手、鈴木とキスの隙をつけてな勢いで好き放題言ってやがるな。だけどここで諦めたら男じゃないぜ。よーし、やってやら。よくぞ申した人の子よ。それでは気を取り直して我に続くがよい。歌うたいのように見事な歌うたうたいが、もう歌うたいぬとのたうつのを見た隊長は、歌うたいのように見事な歌うたうたいが、もう歌うたいぬとのたうつのを見た隊長は、よし今度はオッケーだ。イノシシ料理、鹿料理、キジ料理を流感倫理の研究で7種イノシシ鹿キジ料理として両立させ、イノシシ料理、鹿料理、キジ料理を流感倫理の研究で7種イノシシ鹿キジ料理として両立させ、くっ、きついけど気合だ。もろもろの理論を朗々と倫立させ、良識ある凛とした倫理学者の理解ある良権を独領した。もろもろの理論を朗々と倫立させ、良識ある凛とした倫理学者の理解ある良権を独領した。どうだ。それでよい。人の子よ、ブグとバグとマグが優れた家具の力を輝にかがせ、危機の希望を期日に帰化させた秘宝は汝を受け入れるであろう。さあ進むがよい。優雅にゆらゆら揺れる幽霊さんがゆっくりと消えていくわ。きっと私たちに秘宝の伝説を託したのね。ガレットの気合とガッツ、ショコラの知性と知識、このオイラの科学力と機転、3人みんなの力で勝ち取った華々しくも微笑ましい頬と額に光る汗の光り輝く勝利だにゃ。よし、奥の扉目指して、前途洋々、全身全霊、ズンズンズロズロ全身だ。いかにも曰くありげな威風堂々とそびえる意外と偉大な扉、きっとこれが例のお宝に通じる最後の扉だにゃ。ガレット、分かってるわね。君の悪い無数の虫が無限にモリモリわらわら向かってくる罠なんかに負けちゃダメよ。もちろんだぜ。パーフェクトにぴっかり光る華麗なページェントみたいに完璧な一発 OK で決めるから、二人ともしっかり見とけよ。ブグマグ、カグバグ、ミブグマグ、合わせてブグマグ、ムブグマグの秘宝を求めし旅人よ。この扉開きたくば正しき呪文を示せ。おいでなすったにゃ。呪文ってさっき教えてもらったにゃかにゃか、にゃんかいなにゃがい早口言葉っぽいにゃにかで間違いにゃんにゃ。ああインド人もびっくり、ドッキリ大変達者の達人ばりに、立ったかたかたか縦板に水まくし立てる勢いで言ってやる。頼もしいわね。ジタバタせずに絶対ズバリと確実に決めてちょうだい。ああブグマグ、カグバグ、ミブグマグ、合わせてブグマグ、ムブグマグの秘宝はすぐそこだ。待ってろよ。正しき呪文を示せなくば、ろくでもない恐ろしい呪いが軽やかなメロディーに乗って降りかかるであろう。覚悟が良ければ呪文を示すがよい。よし行くぞ。歌うたいのように見事な歌うたうたいが、もう歌うたいぬとのたうつのを見た隊長は、イノシシ料理、鹿料理、キジ料理を流感倫理の研究で7種イノシシ鹿キジ料理として両立させ、諸々の理論を朗々と倫立させ、良識ある凛とした倫理学者の理解がある良権を独領した。どうだ。すごい、難易度の高く引き抜きにくい釘をすんなり抜くように見事なノーミスだわ。やるじゃない。正しき呪文は正しき心、早口用66世の残せし秘宝を託すにふさわしい人の子を今ここに認めるものなり。進むがよい。王命にて宝を守る墓守は何時らをたたえて迎え入れるだろう。やったにゃ。規則的で幾何学的な記号がきつく刻まれた扉の封印が光とともに消えていくにゃ。ついにお宝とご対面か。感謝感激感慨無量に感動も一押しだぜ。それじゃ部屋の中まで早速さっさと早急に最新の注意を払い、その足を踏み入れましょう。ここがブグマグ、カグバグ、ミブグマグ、合わせてブグマグ、ムブグマグの秘宝の封印された場所か。なんだかしんしんとした神秘的で静かな空間にしみじみと神聖な雰囲気を感じるわね。おお、そなたたちはついに我が主早口王66世の残せし秘宝、ブグとバグとマグが優れた家具の力を輝にかがせ、危機の希望を期日に帰化させた秘宝を託すべき者たちが現れたのか。わあ、今度は幽霊じゃなくて事実実に充実した実体のあるおじいさんが直々にお出ましなんだにゃ。え、でも我が主早口66世って早口文明が栄えたのは全然想像もつかないほど昔の時代、何千年も前の話よ。驚くのも無理はございません。事実私は全然完全に想像もつかないほど絶対的に昔の時代から早口66世の宝を託すべき者を待ち続けていたのです。王の残した宝を守り正しき者に託す、めっぽう珍しいめくるめく迷惑のメドレーリレーに従って、しかしようやく今その役目も終えることができそうです。何千年も昔から王様の命令に従ってずっと一人でこの部屋を守ってきたのか。見事に見上げた身を尽くしの忠誠心に、満ち溢れた無私の御心に猛烈に感動したぜ。おお、そのように狙い誤たず妙に身に余る幸せな言葉を聞けようとは。正しき呪文は正しき心、秘宝を正しく使いこなせる心の持ち主かどうかを調べるために早口言葉を用いた王の考えはやはり間違っていなかったのですね。さあどうぞこの宝をお持ちください。わあ、なんて綺麗で洒落た細工の施された勝者で鮮やかな色彩の逆さ
司さかずき、にゃん千年も誇りをかぶった辺境の部屋に偏在したとは思えにゃい。見事な品なんだにゃ。早口文明最高の技術を詰め込んだだけのことはあるってわけか。このお宝は波のお宝みたいに、うりうりとうりうりに来た、うりうりにうりを売るように売り払ったりしちゃ罰が当たるな。大切にするぜじいさん。心正しきそなたたちならきっとそうおっしゃってくださると思っていました。それは素敵ね。秘密中の秘密として秘められたひとひらの不思議な力が何なのかぜひ教えてほしいわ。この綺麗で洒落た細工の施された勝者で鮮やかな色彩の逆さ杯は、見ての通り普段は杯の皿が逆さになったただの飾りなのですが、逆さ杯の皿を逆さにしてこのように逆さでない皿の杯にすると、にゃにゃ、逆さ杯の皿が逆さまにされて逆さでない皿の杯になったにゃ。逆さでない皿の杯にやったら、逆さだった時には何もなかった杯の皿の中に何やら見る見るうちに濃厚な飲み物がなみなみと湧いてきたぜ。この高級な柿の木に貴重な菊の花びらをくべ、極上品に醸し出したように高貴な香りは、ココア？その通りでございます。我が主早口66世の愛した高貴で高級な貴重品の木豆を粉にして作り出すコクのある飲み物、何千年の時を超えそなたたちにも楽しんでいただけるものなら本望です。大昔の王様が飲んでいた高貴で高級な貴重品の木豆を粉にして作り出すコクのあるココアがいつでも楽しめるってわけか一攫千金とはいかなかったけど、これはこれで最高だな。